はいどうも、今日も元気に桃太郎伝説ジャパンプラスやっていきましょう。チャンプルです。 Hi everyone, let's play 桃太郎伝説ジャパンプラス。 Today I'm チャンプルということでね、やっていきましょう。どうしようかな。糸井川近くにあるし、一旦スペシャル使う。スペシャル使おう。オッケー、6000円。あのね、独占をしたい方にスペシャルカード使うっていう。もう結構ブルジョアな感じをブルジョアな感じの立ち回りをしたんですけど。あ、バタだ。ゴーバカイー。やはりバキバキが来ました。いやーやっ結構キングの出現率高いですね。あ、特急種類しかない。はい、いけないかな。あ、いける。さあ、つけることもできない。さあ、お金ですね。うわお、かなり削れましたね。ほう、トピック。あ、やっぱ深谷いいよね。深谷はやっぱトピックス出てくるわ。4か。一旦お伏せかな。あー、来なかった。おー、つけましたね。なんかキングになってから危機感感じる。キングデビル。やばいですね。キングデビル。おお、結構取られる。あ、池袋美術館、そんなのあんの。いいね。2。これちょっと足踏み。声が。さあ、これつけたいですね。やっぱつけるよね。3出ないかな。あー、黄色いいね。お金。さあ、キングの付け合いをしております。あ、1! いけ。あー、落ち、戻った。一旦ぶっ飛ぶわ。お、いいね、人よし。ちょっとね、もう気合でつきますわ、北九州。あ、熊本入る。ゲイ。てか熊本ってなんかね、ハイテク工場があるから高いっていう個人のイメージなんですけど。そのハイテク工場がなければかなり安い物件でしたね。6きたー。
とね、間違えないように。これでいきます。でーん、やりました。来ました、30億 100% 独占、60億円。よしよし、これでもうね、最強の収益源を入手することができました。あ、いい角度だ、いい角度だ。怖え。これでボンビー疲れることもあるからね、一旦佐賀行きたいけど福岡にも行きたい、どっちか。佐賀来たー、佐賀大好きなんだよね。シシリアンライスが最高にうまかったからまた行くつもりです。あ、でも多分この動画上がる頃には行ってるはず、多分。大雨ね。あー、こっちも行きたいし、こっちも行きたいし、どっちにも行きたいね。4か2か、4か2だね。4か2。オッケー。お、300件目の物件。お、サミカいいですね。おー、封印は危ないですよ。あ、蓋された、やべ、蓋された。どうしようかな、足踏みする。5以外、いやーマジか。まあでも大丈夫か。 OK、 いいね。2以外、確か2以外じゃない間違えた、1以外だったわ。あ、でも長崎行ける。オッケー、福岡じゃない、北九州と佐賀と佐世保と長崎独占です。やったぜ、これはかなり上出来な感じですね。やばい、袋小路に追い込まれてる形になってます。きた、133、すげー、めちゃくちゃ収益が高くなっております。これすごいな、文字工レトロ街最強じゃん、マジで。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お時効最強です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching.